19歳、初めて作った曲を色に例えると青。その時の喜びは何にも代え難く、当時何百回と聴き続けたという。音楽家大橋トリオ。透き通る無色を目指して、今も音楽家を志した時と変わらない思いで音楽を愛し向き合い続けている。10年経って今作る自分の曲の色ってなんかイメージあります？水色？いや、まだまだだなって思うんで、まだ青いなと。ようやく薄まってきた感じ。2007年、アルバムプレタポルテ、インディーズでのリリースにもかかわらず、音楽を愛する者たちに瞬く間に広がった。2009年ミニアルバムアバードでメジャーデビュー。以来彼が歩み続けてきたこの10年、多くの人々が彼の音楽の虜になっている。大橋トリオとして歩んできた10年を本人は振り返ることはあるのだろうか。全然ないです。もうその時を生きるっていう、今が良ければもう全ていいっていう、まあ時間っていうのは あってないものって思って あるけどないものって思って、だからそれにとらわれるのは本当に無意味だなと思ってて、まあ言ったらもう過去も未来も今でしかなくて、いや数字ですよ、数字をが無意味っていう、そういうの全然興味なくて僕は、トリオとか言ってるくせにね。過去は振り返らない、それが大橋の心情のようだ。2017年12月8日メジャーデビュー10周年を記念して東京国際フォーラムホール A で行われた特別公演、トリオエラ。近年のライブにおける神がかったような瞬間の数々がどのように生み出され、大橋トリオは今何を思い何を伝えたいのか。この公演を作るために歩み続けた日々を追った音楽。ピュアで純粋で子供の心を持った、パブリックイメージにとらわれてない、尊敬すべき音楽家。ここから爆発してきますね、きっと。可愛い人です。素晴らしい音、あのままですけどね。しびれる人。音楽性は幅広く、さまざまなジャンルの音楽を取り入れ融合を図り、作曲や編集のほか、ほぼすべての演奏を自身でも行うことのできる唯一無二のアーティスト、大橋トリオ。去年3月、千葉を皮切りに全国15都市で行われた全国ホールツアー、大橋トリオホールツアー2018。このツアーを歩んでいった大橋が何を見て何を思い何を考え、今どこに進むのか、今まで謎に包まれた語られることのなかった大橋トリオという人物の今を追っていく。
なんかね、その進化していかなきゃいけない気持ちっていうのはずっと思ってるんですよ。けどそんな中それをなんか無理やり塞がれちゃったみたいな感じなんですよね。まあ言う、まあ誰にとってもそうですけど、大事な2年間、まあ、誰にとってもそうですけど、まあ、僕にとっても非常に大事な2年間という期間を、なんだろうな、もう完全に無駄にしましたね。